はですね、もう一人のね、一人で来る方ね、いますので、これから、先ほどから料理の注文やら運んだりしてますね。石澤くんでございますね。シャキセデキャッチね、なんと、6ヶ月半です。はい、それでは、これから二人で、合奏曲、まずはね、アド花火という合奏曲ね、聴いてもらいますので、よろしくお願いいたします。津軽弁ですね、アド花火。君を終わってからゆっくり説明いたします。
、とたれまじね、ありがとうございました。ね、まあ、大体、半年かかればこれだけ簡単にいけるようになるんですけど、ね、何だって3分しかありませんからね、ところが。はい、今日のお客さんでね、テーブルスも上手ですね。バチが、たまにバラバラの方がいるんですよね。ね、困るわけにいかないし、こっち必死にやってもね、そういう方のこと何ていうか知ってますか？簡単です。手遅れです。まあ、手遅れるからね。今日は手遅れですね。はい、それでは続きましてね、今度は再び、本踊り曲、もう一曲ね、聴いてもらいます。青森県には湖がいくつかあります、その中でもただ一つ民謡がある湖です。十三湖というところでございます。しじみ海の取れるところで言うですね、十三湖海って昔は土佐というんですね、土佐の砂山という民謡があります。その曲を演奏します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。